ではね、はい、ではね、前回はね、こちら、アンチコン、ADC、ちょっと待ってよ。ごめん、ACD だ。アンチコンタミネーターのやつを、液体窒素入れました。こいつにね。で、ちゃんとやりましたね。次はですね、EDX の、装置を立ち上げに行きます。EDX の立ち上げはですね、機関によって場所が違うと思いますし、装置も違うと思うんですけど、うちのところはこんなの使ってます。ね、こんなの使ってます。で、まずですね、電源のコントローラー、この一番上に乗ってる電源のコントローラーをオンにします。電源をオンにします。ここにあります。こんな感じで。ね、ここをオンにします。オンにします。で、ゆっくり待ってください。ちょっと立ち上がるのに時間がロスがかかるんで。1、2秒待ったら、次はここのパワーを押します。パワー。オン。で、入ります。で、次に、エバキューのレディのこれを押します。スタート。ね。上に上げます。スタート。で、このオンランプが点灯します。で、これで待ちます。このオンランプが点灯すると、真空引きが、タブーシモップの真空引きが始まります。ね、タブーシモップの、嘘をしてる音がしますね。おそらく最初にロータリーが動いてると思うんですけど、その後にタブーシモップが、動きます。で、ここの右側を常にチェックしてください。これ、フェイルで何かが起こったら、その何かが起こったところにはランプがつきます。まだついてないんで、これは大丈夫です。で、今これ、真空引きします。で、どうなってるかというと、ここからこう辿っていくと分かるんですけど、EDS の装置に向かってるってことですね。向かってます。EDS の装置に向かってます。で、この、さっきのオンランプが点灯した後、10分後にここの電磁弁が開くようになってます。ここちゃんと真空を引くようになってます。ね。で、ちょっと待ちます。うん。まあ、どちらにしろこれでかなり時間がかかりますんで。あとは他の立ち上げるところもありますけど、一応はこれでいいかなと思ってます。うん。で、この後にまた10分後にやることができますね。で、この間にこっちのテムの本体の電圧を上げようと思います。では、EDS の立ち上げはちょっ とここでちょっと区切らせてもらおうと思います。また10分後におそらくこの電磁弁が開いて、その後いくつかなると思いますけど、うん、またそれはその時に説明しようと思います。あとはいいかな。アナライザの電源オンするかどうかもありますけど、まあいいでしょう。じゃあこれで